んにちは。ヨガ講師のめぐみです。今日は中級者向けのフローヨガのプラクティスをお届けします。結構いろいろなポーズがもりもりに入ってて、プレイフルなシークエンスになっているので、ぜひ楽しみながら挑戦してみてください。それでは早速立ち上がっていきましょう。マットの前方で両足軽く腰幅くらいに開いて立っていきます。まず右手を下腹部、左手を胸の上に添えて、こう手のひらの温かさを感じながらそっとまぶたを閉じて、ゆっくり3回大きく深呼吸していきましょう。鼻から大きく息を吸って、口から吐き出します。もう一度鼻から吸って、口から吐き出して、ラストも一呼吸。今の体の感覚、呼吸の感覚、感じていきます。それでは両手をほどいて、両足を揃えて立っていきましょう。タダアサナ。親指を揃えて軽くかかとを離して、両手はふわっと体側です。太陽礼拝から始めていきましょう。次の吸う息で両手を回し上げて頭上で合掌、大きく伸びます。吐いて前屈。ダイブするように膝を曲げて手のひらマット。吸って一度前に伸びて。吐いて前屈。一度起き上がってきます。吸う息で両手回し上げて頭上で合掌、大きく伸びて。吐く息センターライン通って両手胸の前に下ろしていきます。もう一度吸って頭上で合掌。吐いて前屈。股関節から体を折りたたむように。吸って前に伸びてルックアップ。吐いて前屈。足を引いてプランク。両足腰幅に開いてぐっとかかとを蹴り出します。手の指も大きく開いて背骨を長く鼻から吸って吐く息で膝をついて胸を手の間に下ろしていきます。脇を締めて次の吸う息でコブラ胸を起こして足の甲でマット蹴る。吐いてダウンドッグ。今日最初のダウンドッグなので足踏みをしたりお尻を揺らしたり必要な動きを入れていきましょう。両足は腰幅くらいに開いて、またこうつま先、かかと平行。一度膝を深く曲げたつま先立ちのダウンドッグで、手でマットをして尾骨を遠く、しっかり胸を膝の方に近づけていきます。吐く息でかかとを沈めていきましょう。ダウンドッグ。軽く顎を引いて頭を楽に。視線前方を見て両手の間までステップ。一歩じゃなくてもいいです。吸って前に伸びて、吐いて前屈。吸って起き上がって頭上で合掌。吐く息両手胸の前に下ろしていきます。吸って頭上で合掌。視線も天井。吐いて前屈ダイブ。膝を曲げて手のひらマット。吸って一度前に伸びて、吐いて前屈。そしたら左足ポンと後ろに引いて、両足腰幅、左の膝をついて起き上がってきます。両手がももの上。吐く息で骨盤沈めてローランジのポジションです。右の膝、かかとの上。両手を体側に下ろして、両手が天井。ふわっと肋骨持ち上げるように背骨を長く。しっかり右の母子球と左の足の甲、もしくはつま先、床をして、土台を安定させていきます。鼻から吸って、吐いて両手がマット。ここからお尻を引いてハーフスプリット。右のつま先を天井に向けていく。吸って背中が広がって、吐く息で体をもう一つ右足の方に沈めていきます。右の足裏、もも裏、大きくストレッチ。そしたら右の足をマットに戻して、ここから左手を左側に持ってきます。しんどかったらブロックを置いてもいいです。吸って右手が天井。吐いて左に倒れて大きくサイドベンド。右の体側広げていきます。ではここから腕を回していきます。鎖骨や肩甲骨も意識しながら大きく深いところから動きを作っていきます。で反対回し。胸の中心から腕が生えてるイメージで。OK、そしたら腕を下に下ろして両手カップハンズ。左の足を伸ばしてかかとをマットにつきます。左のつま先45度外側、吸って一度前に伸びて吐いて右足に向かって前屈、こうピラミッドポーズ。今両膝ともに伸びてます。もう一度吸って背骨前に長く吐いて前屈。ラスト1回吸って前、吐いて体を右足の方に沈めていく。ここからパリブリッタトリコのアサナです。1回背骨を前に伸ばしたら左手右足の内側カップハンズ。ここから右手が天井、大きく体を右にねじってツイスト加えていきます。両足ぐっと中心に引き寄せながら力強く、視線も天井。吸って起き上がってきます。両足強く、ウォリアー2です。右のかかとと左の土踏まずが一直線。右の膝を踏み込んで、両手を左右に大きく開いていく。胸の中心から腕が生えてるイメージで、両腕長く。足はこのまま両手を背中で組みます。吸う息で胸を開いて、ぐーっと肩甲骨寄せていく。吐いて前屈、拳が天井。右足の内側に向かって体を倒していくイメージで、そんなに深く倒れなくても大丈夫です。しっかり左足も感じていく。吸って起き上がって、両手ほどいてリバース。右手を振り上げて、右の体側を大きく開いていく。吐いて両手がマット。ここから右足を振り上げて、ワンレッグドッグ。大きく伸びます。ぐーっと右の足を振り上げて、なるべく左の膝伸ばしていく。右足を下ろして、プランク。膝胸あごをマットに下ろして。吸ってコブラ、吐いてダウンドッグ。一度姿勢を整えていきましょう。両手両足均等にマットを感じて、背骨を長く、軽く顎を引いて首を楽に。視線前方を見て両手の間までステップ。吸って前に伸びてルックアップ。吐いて前屈。吸って起き上がって頭上で合掌。吐く息、両手胸の前に下ろしていきましょう。吸って頭上で合掌。吐いて前屈、体を折りたたむように膝を曲げて手のひらマット。吸って前に伸びて吐いて前屈。今度右足を後ろに引いて、両足腰幅、右の膝マットについて起き上がります。両手が左のもも。吐いてローランジ。骨盤を床の方に沈めていく。両手を体側に下ろして、両手が天井。内もも引き合わせるようにしっかり骨盤まっすぐ。余裕があれば軽く視線が天井。吐く息でもう一つ骨盤沈めていく。吐いて両手がマット。ここからハーフスプリット。左のつま先が天井です。かかとを自分の方に引き寄せながら吐いて、もう一つ体を左足の方に沈めていきます。そしたら左の足マットに戻して、ここから右の足を伸ばして足裏マットについていきます。両手カップハンズ。吸って前に伸びて吐いて前屈。左足に向かって、もう一度吸って前、手で床を押して背骨を長く。吐いて前屈。なるべく両膝伸ばしていく。ラスト1回吸って、吐いて今までで一番深く。そしたら体を起こしてパリブリッタトリコのアサナ。右手を左足の内側についたら左手が天井。深くお腹を絞って、そう。視線も天井の方。内ももぐーっと引き合わせるように。吸って起き上がります。ウォリアー2。左のかかとと右の土踏まず同じラインです。足のポジション揃えて、両手を左右に大きく開いていく。視線が前方。両手を背中で組みます。さっきと逆の組み方。吸って胸を開いて、吐いて前屈、拳が天井。ここで3呼吸。肩甲骨寄せ合いながら肩を後ろに開いて、頭は楽に。吸って起き上がってリバースウォーリアー。左手を振り上げていきます。視線が天井。吐いて両手がマット。ここからワンレッグドッグ。左の足を振り上げて大きく伸びます。左足を下ろしてプランク。膝胸顎カチャトランガー。吸ってコブラカップドッグ。吐いてダウンドッグ。一度姿勢と呼吸を整えていきましょう。必要な人は渋みしたり、お尻揺らしたり、動きを入れて構いません。頭を揺らしたり。じゃあ視線前方を見て、歩くかジャンプで前に。吸って前に伸びて、ルックアップ。吐いて前屈。吸って起き上がります。両手を回し上げて頭上で合掌。吐く息両手胸の前に下ろしていきましょう。ここからチェアポーズ。お尻を下げて両手が顔の横、胸が前。お尻と腕で引っ張り合うように背骨を長く。ここから左足を持ち上げて、左足ポンと後ろにステップ、ハイランジです。両足を腰幅に整えて骨盤ぐっと前に向けていく。ここからわしのポーズの腕を作ります。右手が上、左手が下。手の甲か手のひらを合わせていきましょう。ぐーっと腕を締め合って。吸って肘を持ち上げて。吐いて肘を下げて背中を丸めます。あと2セット。吸って。吐いて。そう、バランス保ちながら。ラスト吸って。吐いて、小さく丸まって。このまま腕をほどいたら、両手カップハンズ、右足の脇につきます。少し前くらいがいいかな。ここからスタンディングスプリット。左足を振り上げて、おでこを右のすねに近づけるように足を開いていきます。OK。そしたら左足ポンと後ろに着地して、両手が右足の横、カップハンズ。吸って前に伸びて。吐いて右にツイスト。右手が天井。また深くお腹を絞っていきましょう。しっかり右の膝を踏み込んで、左のかかと遠くに蹴り出していく。丁寧に左の膝を着地します。右手チンムドラ、親指と人差し指で輪っかを作ったら、このまま右手を後ろに伸ばしていく。視線も後ろ。左の前もも大きく伸びてきます。OK。そしたら、左手マットについて、右足をマットの真ん中あたりまで移動してきます。つま先マットの長い辺。左足側面で床をしたら体を持ち上げて、右手頭の方に伸ばしていく。余裕があったら視線が天井です。ぐーっと骨盤を押し上げて。視線下に向けて、右手を下ろして、プランクに帰ります。膝胸顎カチャトランガー。吸ってコブラカップドッグ。吐いてダウンドッグ。結構ね、汗かいてきたかもしれません。私もちょっと汗ばんできました。そしたら視線前方を見て、歩くかジャンプで前に。吸って前に伸びて、ルックアップ。吐いて前屈。吸って起き上がって頭上で合掌。両手胸の前に下ろしていきましょう。反対側に入っていきます。膝を曲げて両手顔の横、チェアポーズ。背骨を長く。今、膝、しっかりこう後ろに引いてます。つま先が覗くくらい。お尻後ろに引いていく。右足を持ち上げて、ポンと後ろにステップ、ハイランジ。両足を腰幅に整えていきましょう。わしのポーズの腕を作ります。左手が上、右手が下。深く絡めて、手の甲か手のひらを合わせていく。足はこのまま、吸う息で肘を持ち上げます。軽く背中を反らせて。吐いて肘を下げて背中を丸めていく。吸ってアップ。吐いてダウン。ラスト1回。吸って、大きく胸を持ち上げて。吐いて背中を丸めていく。肘がおへその方に近づきます。ふわっと手をほどいたら両手カップハンズ、スタンディングスプリットです。右足を振り上げて、おでこを左のすねに近づけていく。バランス保ちながら、右足ポンと着地して、両手カップハンズ、左足の横についていきます。ここから左にツイスト。深くお腹を絞って、なるべくお尻真ん中に保っていきましょう。もう一呼吸。もう一つ、右のかかと蹴り出していく。そしたら右の膝マットに下ろして左手チンムドラ後ろに伸ばしていきます。視線も後ろ。もう一つ右のももマットの方に沈めていくイメージ。そしたら右手をマットに下ろして体を左に向けて左のつま先マットの長い辺右の足でぐっと床を押してお尻持ち上げて左手が頭の方大きく体側も広がります。左手を下ろしてプランク。膝胸あごかチャトランガ。吸ってコブラかアップドッグ。吐いてダウンドッグ。ここで5呼吸。両手強くマットをして背骨を長く。脇をマットに見せるように肩を楽に。顎の力、お顔の力、抜いていきます。じゃあ視線前方を見て、歩くかジャンプで前に。吸って一度前に伸びて、吐いて前屈。吸って起き上がって頭上で合掌。大きく伸びます。吐いて両手、胸の前に下ろしていきましょう。少しここで目を閉じて呼吸を整えます。そしたら両手を体側に下ろして、ここからツリー、木のポーズです。今の両足を揃えた状態から少しずつ体重を左足にシフトして、右の足軽くなったら足首かすね、足の付け根いずれかに置いていきましょう。両手を胸の前で合わせたら今日ここからロータスムドラを作っていきます。ふわっとハスの花のように指先を開いて胸の前に綺麗なハスの花を咲かせていきます。両肩楽に。そしたら手を合わせて最初のポジションに戻っていきます。タダアサナ。じゃあ今度は少しずつ重心を右足に移して左足軽くなったら足首かすね、足の付け根いずれかに置いていきます。両手を胸の前で合わせて親指が胸の真ん中。そしてふわっと指先を開いてハスの花を作っていきます。その美しさを心で感じていきます。そしたら手を合わせて手足をほどいていきましょう。両足腰幅、つま先が平行。両手を骨盤に添えたら鼻から吸って吐いて前屈。股関節から体を折りたたむように。両手をチョキにしたら足の親指を内側から取っていきます。吸って一度前に伸びて背骨を長く。吐いて膝を深く曲げて前屈。肘を横に開いて頭頂を真下に向けていきましょう。少し重心をつま先に移動しながら座骨を天井に見せるようにもう一つ足の後ろ側伸ばしていきます。そしたら膝を深く曲げて手をほどいてしゃがんでいきましょう。膝とつま先を外に向けてスクワットのポジションです。両手を胸の前で合わせて肘で足を押しながら背骨を長く。この膝でも肘を押しながら手足を押し合う力を使っていきましょう。から両手を左右に開いて、左手が下、右手が天井の方、大きく胸を開いて、真ん中に戻って両手合掌。今度は左へ、右手が下、左手遠く、真ん中に戻ってきます。そしたらこのままお尻を下ろして、両膝を外に開いて足裏合わせていきましょう。体の前にひし形の空間を作ったら、両手を足の上もしくは足の下から前に出して、手のひら上向き、吸って一度前に伸びて、吐いてふわっと前屈。体の力を抜いて優しく背中ラウンドさせて、頭も楽に。骨盤はどっしりとマットに沈んで、上半身の重さ、重力に委ねていきます。もう一呼吸終わったら、ゆっくり体を起こして腕をほどいて、そしたら少しかかとを体の方に近づけて、このまま背中をマットに預けていきましょう。リクラインドバタフライ。かかとは楽なところに調整して、今両足外に膝開いてます。両手頭の方に万歳して、肘と肘を抱えて、ちょっと頭をゴロンゴロンと左右に揺らして、首を楽に。真ん中に戻ってきたら、大きく3呼吸。吸う息でお腹、胸広がって、吐く息長く。吐く息とともに抜ける力を抜いていきます。そしたら両手をほどいて、床を通りながら回し下ろして、手で支えながら足を閉じていきましょう。両足を胸に抱えて、腰を伸ばしていきます。右手で右の膝、左手で左の膝を取ったら、膝で左右対称の円を描くように股関節を動かしていきます。足の付け根を大きく回していく。きりのいいとこで反対回し。じゃあこのまま膝を左右に開いて、ぐーっと内もも伸ばしていきましょう。お腹、太もも近づけるように。ここにいてもいいですし、最後ハッピーベイビーに入る人は足裏を天井に向けて、両手で親指もしくは足裏を取ってハッピーベイビーに入っていきましょう。膝を深く曲げて、足裏が天井。そして仙骨はなるべく床の方に沈めながら、腰を広く保っていきます。もう一呼吸終わったら、両足を胸に抱えて、お尻で円を描くように腰をマッサージ。キリのいいところで反対回し。そしたら両足を胸に抱き寄せて、お腹を薄く息を吐き切って、手足を投げ出して、最後短いシャバーサナでお休みしていきましょう。両手両足投げ出して、背骨はまっすぐ長く。肩甲骨引き下げて片首楽に、外まぶたを閉じていきます。体に広がる余韻を感じながらお休みしていきます。それでは少しずつゆったり長い呼吸に整えていきます。その呼吸を使って体を目覚めさせていきます。次の息吐き終わったら手足を小さく動かしたり、頭を揺らしたり、手首や足首、肩を動かしたり、少しずつ体に動きを広げていきましょう。大きく伸びをしたり。自分のペースでゆっくり膝を立てたら、体ごとゴロンと右側に倒れて、腕の力を使ってゆっくり起き上がっていきます。起き上がったらあぐらか楽な姿勢で座っていきましょう。今の安定した呼吸と静かな心の状態、感じていきます。両手を胸の前で合わせて。それではこれで今日のプラクティスを終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は結構パワフルなフローヨガをお届けしました。終盤はちゃんとリラックスもできたかなと思いますが、結構前半ね動いたのでいい感じに汗もかいてっていう人も多いかもしれません。体を日々動かしながら今日も元気に過ごしていきましょう。それではまた次のプラクティスでお会いしましょう。バイバーイ。